本当、まあ、近所で、まあ、何回も何回も本当に昔から歩いてるんですけども、なんかこうカメラを持って歩くことで、それまでやっぱり意識してなかったことというか、まあ、やっぱり見ようと思って歩いたりとか周りを見渡すので、まあ、そういう新しい発見が、まあ、毎回あるかって言われたらないんですけど、まあ、たまにあったりするっていう、まあ、それが結構近所の面白いところかなと思います。いや、ここは昔ギャラリーがあった場所なんですよ。で、僕がロンドンから帰ってきて初めて展示をやったのもここにあったギャラリーで、ついこの間まで駐車場だったんですけれども、まあ、それがどう変わっていくのかっていうのを単純に個人的にちょっと興味があるっていうか、まあ、その個人的なことだったりとか、まあ、何の変哲もないようなことを、まあ、どういうふうに語っていくかというか、その語り方に結構興味があって、そこがなんか表現の肝なのかなと思ってます。